どうものです、えー、今日はですね、まあ、なんと、ジウンさんからね、えー、ご提供いただきまして、今回は、まあ、第1弾に、まあ、なるんですけど、はい今回ですね、えー、ジウンさんの照明をね、ご紹介していきたいと思います。はいでまあ、ジウンさんといえばですね、やっぱりね、えー、ジンバルの印象がね、えー、強い方も多いと思いますし、私のチャンネルでもですね、まあ、かなり、えー、ジウンさんのね、ジンバルも ま、使ってきてて。で、まあ、私が一番最初ね、ジンバルを始めたのが、やっぱりね、ジウンさんのスマホ用ジンバル。はい、スムース4からね、始まっていったんですけど、そこから、まあ、ウィービル S だとか、クレーン M2 だとか、はい、いろいろね、使っていってはいるんですけど、そんなね、ジウンさんからですね、ライトがね、今、発売されてまして、でも多くの方がね、たくさん、 レビューを、ね、されている商品にはなるんですけど、もうこれはね、私も、まあ、そのお世辞抜きにめちゃくちゃいい商品です。はい、で、まあ、私もですね、もうアマゾンの欲しいものリストの中に入れていた、まあ、照明でして、まあ、私ね、もういくつか、照明ね、まあ、持ってますし、提供いただいてますし、まあ、そんなに必要ないんだけど、どうしても外せないところがあったわけなんですよ。 それっていうのが、えー、コンパクトっていうところですよね。はい。で、やっぱりね、あの、外でのロケだとか、えー、撮影においてはですね、大きい照明をね、えー、持っていくっていうのが、まあ、非常に大変なんですよね。特に、まあ、こうやってね、えー、自宅だとか、まあ、スタジオでね、えー、置いている照明を、外に持っていくってなると、全部ね、ソフトボックスを外して、本体を、 まああのケースに入れてですね、まあ持っていくっていうのがめちゃくちゃ面倒でして、で、さらにこのね、えー、今こう、照明をセッティングしているのに、それをね、全部バラしてセッティングし直さなきゃいけないっていうね、ところもあるんですけど、今回ご紹介する、えー、ジウンさんのモーラスモールス はい。どちらかちょっとわかんないですけど、X100 というね、モデルを、今回ね、ご提供いただきましたので、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい。で、私がね、一番この最大のポイントとしているところが、やっぱりね、この、これですよ、これ。はい。軽量コンパクトというところですよね。で、さらに、まあ今、これ付いているモデルっていうのが、あの、プロのね、えー、セットを送っていただいたんですけど、 で、このね、セット内容としてはですね、スタンダードが本体とですね、DC アダプターが付いた、まあ、モデルになるんですけど、ちょっとね、それでは、まあ、物足りないかなというところで、まあ、コンボかですね、まあ、プロをね、選ばれた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、コンボだとか、プロに関してはですね、こういった、えー、独自のね、ZY マウントというね、まあ、システムになってはいるんですけど、まあ、それをボーイズマウントにね、変換する ここのね、え、アダプターがありますので、まあ、これをね、まあ、持ってた方がいいんじゃないかなというところで、まあ、コンボかプロね、まあ、選ばれた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。でですよ。で、これがね、まあ、要は、本体なわけなんですけど、ちょっとね、これ外しますけど、電源オフにしますね。はい。で、ちょっとコンセントもま、抜きますけど、で、簡単に、ここのね、ここのね、後ろで、こう外せるわけなんですよ。 これですよ、これ。はい。このサイズ感、やばくないですかはい。ちょっとね、付けてた状態で持つのはね、まあ危険なのであまりよろしくないんですけど、まあ、このサイズ感で、しかも、名前の通り X100 ということで、100W のライトになっているよということになります。はい。で、 私がね、今、こちらで使っている、まあ、あのー、メインライズですね。はい。まあ、これも、100W になるんですけど、もうね、見比べていただいたらわかるように、もうね、全然サイズ感が違うわけなんですよ。はい。 まあ、なので、まあ、このね、サイズ感であれば、もう全然ね、カメラカバンに入りますし、で、しかも、まあ、いろいろとね、まあ、アクセサリーがあるわけなんですけど、えー、付属に入っている、こちらのね、えー、リフレクターですよね。はい。まあ、これは、えー、ZY マウントということで、まあ、独自規格にはなるんですけど、えー、こういったね、形で、えー、こうね、セットすることができます。 はい。まずはこのね、ディフレクターがあるっていう部分と、で、あとですね、えー、プロはですね、まあこちらの、えー、ソフトボックス、ミニソフトボックスがついた、えー、形にはなるんですけど、これがね、またね、素晴らしくって、えー、簡単にね、まあここ、パチッと、えー、やったら、まあこうね、畳めれますし、はい。で、で、さらにここをね、クッと、えー、押しながら開くと、 はい。まあ、こんな感じでね、簡単に開けることができます。はい。で、これを、でこれを付けると、まあ、このね、ソフトボックスプラス、えー、ハニカムグリッドに、ねえー、なる、えー、形になります。はい。で、さらに、ちょっとね、別売りになるんですけど、私がね、えー、購入したのが、はい。えー、こちらのね、えー、ドーム型のタイプになるんですけど、はい。これね、ちょっとシリコンになってて、 うん。これをね、まあ、裏返しにします。で、これを、カパッと、うん。はめていくと、こんな、えー、ランタンになるのかなはい。まあ、こんな感じになってて、これもね、えー、つけることができます。はい。こんな感じで、いろんなね、タイプに変更することができるという部分と、でさらに、外ロケの場合は、えー、こういったね、えー、バッテリー、 はい。バッテリーグリップがあるので、これをね、えー、つけることによって、まあそのまんま。うん。はい。まあこんな感じで、ちょっとね、明るすぎますけど、はい。まあ1%でこんな感じ。はい。まあこんな感じでね、えー、取れるようになります。はい。で、さらに、まあいいところはね、ここにあのー、4分の1インチのね、えー、三脚の穴があって、はい。まあここでね、 まあ、例えば、まあ、一脚だとか、はい。まあ、何かね、棒に、まあ、つなぐっていうこともできますし、まあ、ミニ三脚をね、つないで、まあ、持つっていうのも、まあ、ありかなというふうに思いますね。で、あとは、まあ、あの、いろいろと操作感もね、非常に簡単になってまして、まず、まあ、電源入れて、まあ、ここね、上げていきます。はい。 で、まずは、えー、ここのね、えー、上の CCT というところが、えー、色温度のね、まあ、変更になります。で、上が、えー、6 5 0 0 k ンから、まあ、下が、はい、えー、2 7 0 0 k ンという形で、えー、色温度ね、バイカラーの変更ができます。はい。で、ちょっとま、戻して、まあ、これプッシュすると、まず2 7 0 0 k ンから、 押していくと、5,500、6,500、で、2,700と。まあ、このね、繰り返しになりますね。5,500にしとこうか。はい。で、続いて、このね、下のね、えー、操作も、えー、DIM ということで、ここでね、まあ、つまみで1%ずつ、えー、明るさをね、えー、切り替えていくことができますし、で、さらに、このね、ボタンを押し込むと、はい、50%、100%、 で、0と。で、これの繰り返しですね。はい。になっています。はい。うん。で、あとですね。まあ、あ面白い機能として、ちょっと明るすぎるか。はい。で、あとですね。まあ、あ面白い機能としては、ここのね、えー、CCT というところを、まあ、長押しします。そうすると、ここにね、MUSIC、えー、という文字がね、出てくるんですけど、こちらがね、MUSIC モードになります。 で、今ね、ちょっと軽く声に、えー、反応してるかと思いますけど、結構短い音は、まあ、反応しづらいんですけど、えー、長い音には、えー、結構反応するんですけど、短めのね、音に関してはちょっとね、反応しづらい。うん。こういう音は反応しないです。で、まあ喋ってる、まあ結構この長めの音ですね、に関しては反応しやすいかなというふうに思いますね。 まあこういったモードもあるよということになります。で、もう一回長押しすると、まあ、通常の、ね、CCT モードにまあ変わりますので、まあ、こんな使い方になります、まあね。ざっくり外観を見ていきますと、ま,あ、まずはここのね、まあ、裏にファンがついているということで、こちらもね、まあ、非常に静かなファンになってて、 まあ、しばらく立たないと回り出さないですし、まあ、回ったとしてもですね、まあ、ほぼ、まあ、音はね、えー、しないかなというふうに思います。特に、このね、カメラだとか、マイクの近くに行かない限りは、まあ、よっぽどじゃない限りは、まあ、音ね、えー、拾うことはないと思いますね。はい。で、あと、まあ、ここに、まあ、モニターがあるっていう部分と、で、さらに、ここのね、えー、バッテリーグリップ、ここ、押し込んで、 外すと、まあ、こんな形でね、えー、外すことができます。まあ、ここはキャップがあるので、キャップね、えー、使わないときは蓋をね、えー、していたらいいと思いますし、あと、まあ、あのー、ここのね、えー、裏側、はい、ここには、えー、タイプ C と、えー、DC 電源のね、えー、接続口があります。まあ、なので、まあ、ここでね、まあ、タイプ C のところで、 え、モバイルバッテリーをつないで、使うこともできますし、で、DC 電源はね、こちら、はい、今ここにありますけど、 はい、これをね、えー、繋ぐことによって、室内でもね、えー、使うことができるようになるかと思います。結構ね、まあ、かゆいところに手が届くと言いますか、非常にね、このジュンさん、えー、本気度が高いなというところがね、えー、ただ、まあ、見受けられるんですけど、まずこのね、えー、コンパクトという部分ももちろんそうなんですが、ZY マウントから、ボーイズマウントに変換するね、このアダプターに関してもですね、しっかり、 アンブレラがね、えー、刺さるようにもなっているっていうところも、まあ分かってるなっていうふうに思います。はい。で、さらに、この DC 電源のね、えー、袋があるんですけど、これね、穴が開いてる袋がね、ちゃんとついてるんですよ。ちゃんとこういった照明のスタンドに、まぶら下げて、DC 電源のね、ここの本体、はい。まあここがちゃんと、えー、コードね、 刺さるように穴が開いた袋になっています。これね、私はあの、100均で買ってきて袋、まあ、こういった、ね、袋を買ってえぶら下げてたんですけど、まあそういったところももう分かってますし、まあすごくね、細かいところに、まあ、気が利くようになってる感じですよね。で、まあ最大のね、私のまあ魅力ポイントとしては、まあやっぱり、あの、持ち運びの時はこんな感じで、まあ、持っていくということですよね。 で、まあ、あのー、まあ、スタジオに戻ってきたら、もうそのままね、ここに接続して、このままね、接続してカチッと、まあ、つけるだけで、まあ、すぐね、使えるようになるということで、まあ、いちいち、このね、まあ、スタジオで、この、セッティングを変えることなく使えるっていうところも、ま、非常に楽ですよね。こうね、接続して、まあ、電源入れたら、もうね、即、 えー、このね、スタジオで使えるという形になります。で、あとはですね、えー、スマートフォンのアプリで、えー、操作することができるようになってます。ZY Vega というね、えー、スマホのアプリがあるんですけど、こちらをね、えーまあ、ダウンロードしていただいて、で、ここで、まあ、デバイスをね、えー、読み込む形にはなるんですけど、ここから読み込みます。はい。で、そうすると、えー、私のね、このモーラス。 えー、モールスはい。まあ、こちらのね、X100 の、えー、項目がね、出てきますので、こちらタップして、えー、コントロールね、できるようになります。はい。ちょっとわかんないかな。はい。で、今、えー、これね、ついた状態にはなってるんですけど、まあ、ここで、えー、コントロール。まあ、今ね、えー、どんどんどん明るくして、まあ100、100%、はい。に、まあ、できますし、はい。まあ50、50%ぐらいにしておこうかな、今は。 はい。よいしょ。まあ、もう細かく1、1%ずつ、えー、コントロールね、できます。で、色温度の方もですね、こっちの場合は、えー、50単位で、えー、細かくね、えー、調整することができるようになってます。はい。まあ、なので、えー、こっちのね、本体だけの操作の場合は、まあ、100単位になりますけど、まあ、このね、アプリの場合は、えー、50単位で、まあ、細かくね、 え、調整することができるようになっています。はい。で、あと、ま、ここに、ま、いろいろとこういう、ま、切り替えのね、まあ、モードがあったりとか、はい。で、あとは、ま、こうね、えー、プログラムを組んでですね、順番にね、えー、こう、色温度を変えていったりだとか、 あとは、まあ、例えばミュージックビデオのね、撮影だとか、そういったね、ものに対して点滅させたりだとか、あとはね、複数の照明を使ってコントロールすることもできるようになっています。はい。ということでね、今から、ちょっとね、こっちにモーラス X100 をね、つけて当ててみたいと思います。はい。ちょっとね、こっちの照明を一旦切ってみようか。はい。 できると、まあ今ね、こんな感じになりますね。うん。はい。で、これを、まあそちらにね、えー、つけたいと思います。はい。ってことでね、えー、セットしてみました。はい。いいですね。ちょっと今明るすぎるんで、えー、アプリでね、えー、調節しますけど、で、今、 50%パー。いつもね、えー、私が使ってる時は、100ワットまではいかない照明を、ね、使ってましたけど、ここが、10%パーでね、まあ、やっていたので、まあこれぐらいかな。はい。で、まあ色温度が、6200はね、ちょっと、白すぎるので、5200に、はい、します。だいぶいいですね。ただ、えー、いつもよりもこれちょっと明るいかも。 はい。やっぱりね、あの、100ワットのね、出力になりますので、もっと抑えてもいいぐらい。はい。もう8とかでいいんじゃないかな。はい。あ、うん。これぐらいじゃないかな。で、今、あの、ウェーブフォームね、えー、Z9 のウェーブフォーム見ていると、若干こう、えー、上がね、出ている感じになるので、うん、まあ、これでも明るいかもしれない。はい。 すごいね。いいね。まあ、これぐらいにしておきましょうか。はい。で、まあ、あの、ハンニカムグリッドはね、えー、ついた、まあ、ものを使ってますので、はい、これでね、えー、まあ、大体セッティングはできたんじゃないかなというふうに思います。はい。いやー、これよくないですかいやー、このね、サイズ感と、で、この、まあ、使いやすさ。 あとは、まあもう外ロケにしても、えー、このスタジオに戻ってきても、すぐね、えー、付け替えができるっていうところも、まあ、非常に楽。はい。もうとにかくこれにね、尽きるかなっていうふうに思います。で、まあ最後にですね、ちょっとね、まあ注意点を、まあ、ここでね、ご紹介していきたいと思います。私がね、最初に困った点が、あの、コンセントですね。はい。 で、コンセントがですね、通常のね、まあコンセントが2極になっているかと思いますけど、3極タイプのね、コンセントになってますので、まあ、こちらは変換プラグがね、必要になるかなというふうに思います。まあ、なので、変換プラグもね、同時に買うか、お近くのホームセンターだとか、家電量販店で購入してください。はい。で、あと、まあそんなにね、不満点は全然ないんですけど、 まあ気にされる方もいますので、まあそこだけね、えー、お伝えさせていただきますと、グリーンマベンダーのね、えー、調整がまあできなくなってますので、まあそこがまあ気になる方は、今後のね、モデルに期待してもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、それ以外はもうほぼね、これ完璧なあのビデオライトにね、仕上がってると思いますし、もう本当にかゆいところに手が届くというか、 まあ、このジウンさんのね、本気度がね、めちゃくちゃ伝わる、このね、システムに仕上がってるんじゃないかなというふうに思いました。いや、これは本当に嬉しいですし、いや、ジウンさんとね、まあ直接こうやってね、ご依頼いただいたっていうのも、まあ、ジンバルユーザーとしてはとてもまあ嬉しいことでもありますし、 ま、過去に、あの、代理店経由でね、え、依頼はあったことはあるんですけど、その時は、あの、断ったんですよね。で、今回はですね、え、ジュンさんからですね、え、直接依頼をいただいたっていうところで、で、今回はね、え、証明をご紹介しましたけど、え、次回をですね、え、ジンバルの方も、 ご紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、えー、楽しみにしていてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回この動画もご覧いただけたらなという風に思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。